皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。セーラー服で通学体験する関東編。今日は埼玉県の熊谷駅へやってきました。秩父鉄道の熊谷駅の乗車は4491人、人口19万1000人の埼玉県熊谷市に位置しています。当初は繊維業で盛んな秩父地方と熊谷方面を結ぶ目的で建設された秩父鉄道線。この熊谷もまた繊維業で発展した町です。そしてこの熊谷の発展に欠かせないのが荒川の存在と中山道です。この荒川の水を使い染め物を行うことで幕末以降染色の職人が集まりました。その種類は多岐にわたり、このような町は他にはありません。また養蚕業の盛んな小玉地域や秩父地域から商人が生糸を買い集め、平坦な荒川に沿ってこの熊谷を経由します。ここが江戸へ向かう中山道の宿場町でもあったためです。江戸時代以前は荒川がこの熊谷市を横切っていました。徳川幕府は横切っていた荒川の流れを南に大きく変える一大工事を実施しました。これにより埼玉県内は大きな橋を作らずに中山道として整備され、高崎方面へ進めるようになったのです。現在でもこの荒川の流れに沿って高崎線が建設され、先日乗車した上越新幹線もこの熊谷駅を経由することになったのです。この熊谷市は染め物による職人や生糸の商人が集まり、養蚕業が発展すると製糸工場が建設され、繊維の町として発展することになったのです。それでは高崎線に乗車していきましょう。 JR 東日本の熊谷駅の乗降は新幹線と合わせて2万2000人です。この電車は高崎線高崎行きです。前5両は途中の鴨原止まりです。グリーン車が4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン車です。グリーン車の車内でお買い求めの場合、駅での発売日に遅くなりますのでご了承ください。次は鴨原です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話を学ぼうと聞いているので、通話はお願いください。ご協力をお願いいたします。 This is a Pacific Line Train for Pacific. Retards are on number 4 and number 5. A retard ticket is required to be retarded. The next station is Kagokara. Please take your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. 次は Kagokara Kagokara です。4番線到着、乗り口は右側です。次の外側駅では前よりも5両、15号車から11号車を繰り返しを出します。幅から先、北谷、東京、高崎方面5両のお客様、後ろ4の10両、15号車から1号車を繰り返ください。The next station is Kagokara. The doors on the right side will open. The first five cars number 11 through number 15 will terminate at Kagokara station. Passengers going beyond Kagokara should move back to cars number 1 through number 10 at the next station.皆さんにお伝えした山手線の乗り場です。山手線の乗り口は右側です。
高崎線の開業は1883年上野駅から先ほどの熊谷駅までが開業、翌年1884年に全線開業します。籠原駅の乗車は1万1100人です。15両編成のこの列車は前5両を切り離します。切り離した5両編成は E233 系、手前は10両編成の E231 系でした。普通列車の高崎行きです。これをお客様、ご乗車になりましてお待ちください。ご覧いただいているのは高崎車両センター籠原発出です。1956年に高崎第二機関区籠原発出所が発足すると、その後籠原電車区となります。増大する輸送量に新前橋や高崎では手狭となり、この地に車両基地ができたのです。列車は深谷駅に到着します。人口13万9000人の深谷市は偉人渋沢栄一氏が生まれた町です。東急の源流をはじめとするさまざまな企業を設立し、深谷市には機械式レンガ製造となる日本レンガ製造会社を設立しました。そして深谷市の駅舎は東京駅に似たレンガ造りとなっています。これは東京駅の駅舎に渋沢栄一氏が設立した深谷市のレンガを使用していることに由来します。駅の乗車は7890人。1883年に日本鉄道の駅として開業しました。この高崎線の源流となる日本鉄道もまた渋沢栄一氏が経営陣に名を連ねる日本初の私鉄でした。当初の目的は東北へ伸ばし、その振興のためでした。しかし高崎を結び生糸を横浜へ輸出することが経営効率として最善であったのです。次は岡部です。高崎までの鉄道の建設に合わせて、この深谷市にレンガ工場を設立します。レンガ工場へこの高崎線から日本初の工場専用線を伸ばしました。そして製造したレンガを鉄道で東京へ運びます。建設資材の運搬として鉄道を活用したのでした。列車は岡部駅に到着します。岡部駅の手前には関東分岐器の工場があります。これは全国の鉄道会社で使用されている分岐器を製造している機動メーカーの一つです。駅構内はこの関東分岐器への専用線が伸びており、レール輸送が行われています。その他、かつてはエネオスの岡部輸送所への専用線がありました。駅の乗車は2287人です。
現在走行している埼玉県深谷市はネギの生産量が日本一の町です。次は本庄です。深谷ネギの歴史は明治時代に遡ります。深谷市周辺は藍栽培や山種の一大産地でした。特に養蚕は高知の 64% が桑畑でありました。深谷ネギは藍の値が暴落したのがきっかけで本格的に栽培を始めました。そしてネギの価格が暴落すると北海道東北地方へ深谷ネギの商標をつけて出荷したのでした。この深谷ネギの成り立ちは長野県の長野電鉄でお話しした話と似ていますね。そしてお隣の本庄市もまたシルクロードの一角を担っていました。本庄市には深谷のレンガを使用し渋沢栄一氏が設立した本庄商業銀行のレンガ倉庫があります。これは有志の担保として大量の繭を保管するために建設されたのでした。油市場や紡績工場のある本庄駅前から養蚕の町小玉駅まで、その人々の往来の多さから本庄電気軌道という路面電車が走っておりました。しかしその後開設された路線バスとの競争に敗れ、バス路線として東武鉄道の系列へ引き継がれたのでした。本庄駅の乗車は7420人です。それでは今回はこの辺で、次回に続きます。本日もご視聴いただきありがとうございました。